教えてあげる。この教えてあげる第11回目の放送です。さて見てください、メロンちゃん、これですね、あの町宮の実家北海道から送ってもらったんです。はい、お父さんお母さんありがとうございます。今日ですね、あのいつも番組が終わった後交流会を見に来ていただいた生徒の諸君とですね交流してるんですけども、その時にみんなで食べましょう。メロン好きですか？あ、よかった。なのでパパママいただきます。これ LC メロンって言いまして美味しいメロンでございます。それでは後でお楽しみということで、はい、それではですね、今日も始まってまいりましたが、この番組ではですね皆さんも一緒に参加できますので、一緒にチャットに参加してください。チェックインっていうところがあります。そこチェックインすると Facebook のアカウント、 Twitter のアカウント、あと Ustream のアカウントでできますので、皆さんぜひ一緒に参加してください。よろしくお願いします。さあ、この町みやこの教えてあげるでは、私のおすすめアーティストをご紹介したりとか、または恋のお悩みにご相談に乗ってしまったりとか、あとはですね、あのアラサー女子の生態について調査したりですとかね、そんな盛りだくさんの内容でお届けいたしますので、皆さん1時間最後までよろしくお願いいたします。さあ、それではホームルーム始めていきましょう。それではまずはホームルームからいきたいと思います。今日の密着はじゃらん、夫見覚えある名前、田中あやちゃん、お願いします。起立。さあ、パソコンの前の皆さんも起立ですよ。レイ、はい、ありがとうございます。では今日も夜の学校スタートです。いや、夜の学校って響きはなんかエロくていいですよね。教えてあげちゃう。ではですね、出席取りたいと思います。今日の夜の学校の出席者、1番しーちゃん、はい、2番あやちゃん、3番田中里奈ちゃん、はい、そして4番秋間先輩くん、5番豆くん、豆になっちゃった、6番ゆうたんくん、7番バケラッタくん、はい、そして8番小川先生くん、9番山パパくん、はい、はい、そしてパソコンの前の皆さん OK ですということで、皆さん最後までよろしくお願いします。それでは今日皆さんに新しいお友達がこの教室に来てくれてるのでお呼びしたいと思います。それではお二方お呼びしましょう。ダブル田中、田中里奈ちゃん、田中里奈ちゃん、どうぞ。来ました、里奈ポコ初登場。こんばんは。なになになに、声作ってね。作ってないですよ。うまいね、自分。全然作ってるんで。いや、作ってないんです。全然作ってるんで。お願いします。え、それ1時間通す。ちょっとしんどい感じだよね。全然無理よね。そんなお茶目なりなぽこちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして先週ですね、前回にも出演してくれました天然娘が来ました、田中あやちゃんです。はい、あやです、よろしくお願いします。あやちゃん、焼けました？なんか焼けた感じがするけど、そうでもない。今日見れてきたの？今日もですね、じゃあそんなあの天然トークを聞かせていただきたいと思うんですが、今日ショートドラマにも出演してくれてますので、それもお楽しみに待っててください。それではですね、1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも田中里奈ちゃん、田中あやちゃん、なんかスタッフさんも大混乱してるんだよね。里奈あやみたいな感じで、はい、田中さんって呼ぶと2人とも振り向いちゃうもんだから、はい、なので今日はもうみんな完全に里奈ちゃんとあやちゃんって呼んでくださいね。よろしくお願いします。お願いします。それでは CM の後は音楽の時間からです。バイバーイ。アーティストファクトリー。毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。
また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組まちみやあこの教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。アーティストファクトリー、まちみやあこの教えてあげる。はい、始まりました。この時間ではですね、月に1回私とあーちゃんもね参加してますアーティストファクトリーっていうライブイベントがありまして、そのライブに出ている出演者の方をご紹介するコーナーなんですけども、はい、はい、また今日もまっすぐ見てくれるね街にはドキドキしちゃうんですよこれね。うん、カメラあっちだからね、はい、あっちはその目で見てていいよ、はい、この目で見つめられたら緊張するのさあ、そのアーティストファクトリーなんですけども、メジャーデビューを目指しているシンガーが集まってですね、あのそれぞれステージがあるんです。ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージってことで、こう評価が上がるとどんどんステップアップしていって持ち時間が増えてくる仕組みになってまして、そこでですね皆さんこう毎回ですね、こう何か出し合って、うん、出し切って上を目指して頑張っているわけなんですが、うん、いろんな人いるよね。そうですね、うん、こんな感じの子もいればこんな感じの子もいます、まあ、とにかくもう男の子も女の子もいるし、音楽のジャンルも本当バラバラなんですけども、はい、あの今までのね音楽シーンを振り返りつつ今日は進めていこうかなと思うんですけど、はい、とにかくね今日あやちゃん会ったことないかも、マナちゃんって子がいるんですけど、はい、マナちゃんっていう知ってますよね。とってもマナちゃんも、ね、天然なの。そうなんです、うん、マナちゃんとあやちゃんが喋ったら多分ね2時間ぐらいかけてやっと1個ぐらいの話がつくぐらいだと、うん、ちょっと2人のトーク見てみたいでそのマナちゃんもサードステージなんですけども、1回目のゲストでこれも出てくれてるんですね。はい、はい、でね、熊本だっけな、あの九州出身でね、あの熊本会ってた熊本出身でとっても天然で可愛い子なんですけども、はい、その彼女がもうすぐライブがあるってことなので、今回ですねマナちゃんの紹介しちゃいたいと思いますので、それではマナちゃんのライブ映像ですねご覧いただきたいと思います。どうぞ。暗闇を照らす月、人混みを照らす太陽、君がもし道を見失ったとしても休むことなく足元を照らしてくれだろう。遠い空の下の君へ、グリームロース。悲しい
大震災がありまして、その後チャリティーライブということをやらせていただきまして、今でもですね、チャリティーの活動を続けておりまして、アーティストファクトリーのイベント収入の一部はですね、赤十字社、日本赤十字社の方に寄付させていただいておりますので、皆さんそちらもぜひいらしてください。で、まなちゃんはですね、8月13日渋谷にありますルイド K2 で夜ですねライブがあるそうなので、ぜひそちらもご覧ください。さて、はい、ちょっとお話ししたいんですけども、はい、ちょっと珍しく音楽の時間らしいことしようかなと思って、はい、あのですね、やっぱり音楽で売れようと思ったら、はい、ブームって大事だと思うんですよ。どう思います、あやちゃん。そうですね。ね、はい、いいよ、そうって言ってくれれば私はいい、はいはい、でね、ちょっと日本の音楽シーンを振り返ってみようかななんて思うんですけど、はい、うん、はい、あやちゃんは知らないところもあると思うんだけど、ちょっと町宮がギリギリ生まれたか生まれてないかぐらいからちょっと振り返ってみたいと思います。日本にかつてどんな、はい、どんなブームがあったのか。まあ、町宮がかつて結構子供の頃ですね、はい、結構真似したのがこれですね、ディスコブームがありましたよね。バブルの時代、チチリチチチチチチ、知ってる、あんたのりこがやってました。あ、知ってる？見たことある？あの、なんか最近やってませんでしたか、青田のり子さんが。私が、青田のり子さん、バブル青田でやってますからね。やってましたよね。そうです、バブルの時期の、あのディスコブーム、ボディコンですよ。ボディコンってわかる？ボディコンって何ですか？ロリコンじゃないよ、ボディコン。ロリコンとは言ってないですけど、うん、
わかんない。やっぱね、もうボディコンわかんないんですよ、今の子たちは。知ってますよね、皆さんはね。私もね、ギリギリちっちゃい頃は、はい、お姉さん方のそういうなんかニュース映像見てました。はい。あの、今日ちょっと街見はボディコンじゃないですか。ちょっとボディコン、こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。こんなもんじゃないんだ。なんかもう体にピターみたいな、はい、で、超短い感じの、こう、衣装なんですよ。はい、で、なんか私がね、ちっちゃい頃覚えてるのは、はい、こう横がね、紐だけの人とか、ああいうの本当にいたんですか？あれ？なんかこう、え、パンツ履いてなくない？みたいな服とかで、で、こんな短いスカートなのに、あの、こういうお立ち台に乗って、はい、こうやってこう扇子を持って踊るわけですよ。はい、で、それを足元から、めっちゃこう、みんな下から見てるみたいなイメージなんですか？合ってますか？まあ、あ、お兄様方はちょっと若干なんかハテナ出てますけど行ってました？そういうところって。行かなかった。みんな行くわけではないんですね。なんかすごかったって聞きますけど、まあ、そういう時代だったんですよ。はい。で、まあ、バブルが崩壊したりしつつ、うん、でも崩壊前なのかな、この辺ちょっと分かんないんですけど、まあ、アイドルブーム、はい、80年代アイドルって黄金期ですよね、アイドルのね。誰いたか知ってますか？知ってます。言って。最近キャンディーさん、キャンディーさん、なんか芸人さんってなってキャンディーズさんね、はい、あ、そうですね、キャンディーズさんは80年代ですかね。もっと前。あ、そうなんだ。70年代。あ、ということは UFO 的な方々ももっと前、ピンクレディーさんも80年代。キョンキョン、早見優さん、松田聖子さんですよね。あと、まあ、男性もですよ。タノキントリオって知ってます？タノキントリオって3人だったんですけど、トリオだからね、はい、さあ言ってみよう。タノキントリオ聞いたことあるでしょ、多分どっかで。タノキントリオ、問題です。タノキントリオは誰でしょうか？ええ、まずターから始まる人。えタノキン、4人いるね4人いるね、困っちゃうね。うん、タはタだけなんだ。タ、タ、田中。自分だね。もう分かんない。一応でも聞いてみたい。のはの。え？の、の？野上さん。野上さん。誰か分かんないけど野上さん。金は金。え？え？もう分かんない。金八さんしか出てこない。金八さん。たぶん金太郎に金八さん入っちゃいましたか。まあ近い。あ、吸ってる。あ、そうなんだ。お。田原俊彦さんがいて。はい。近藤正彦、この近藤正彦の近が金って読むんですか？あ、なるほどね。で、野村芳雄さん、この3人でタタノキンだと一世を風靡してるんですよね。この辺も私たちはちょっとね、ちょっと記憶が遠いところなんですけど、金八も入ってる。あ、金八先生の初代メンバーだったと。なるほど、金八先生ね。当たってましたよね。知ってる？何年何組か知ってる？3年 B 組です。やった、できた、今日初めて正解。で、おにゃんこクラブもありました、はい、おにゃんこクラブのプロデューサー知ってますか？秋元康さん。そうなんですよ。あのアイドルの、大人数のアイドルを作ったのが、はい、この時おにゃんこクラブものすごい人気ありましたね。秋元康さんがプロデュースされてました。で、その後ですね、80年代後半になってからイカ天ってあったの知ってる？バンドブームが始まりまして、イカスバンド天国ですかね。イカスバンド天国っていうコーナーの中でもうバンドが出てきたんです、バンバン、はい、ジッタリンジンとかビギンとかブランキージェットシティとか、その辺のバンドブームがアリーノ、はい、の後90年代に入ってきて少し分かり始めるよね。90年代、はい、ダンスミュージックですよ。小室さんが来ました、はい、小室ファミリー。私これがね、小室ファミリー世代なんです。私は、はい、グローブさんとか TRF がいて、はい、香原朋美さん、安室奈美恵さん、はい、鈴木亜美ちゃんとか、はい、その辺の世代なんですけども、その小室哲哉さんのブームはありーので、今度はツンクさんですよ。あ、ハロプロブーム、ツンクさん、はい、はい、ハロプロで最初に誰がデビューしたか知ってますか？あのチームグループ、え、モーニング娘の、そう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 、モーニング娘の、はい、いや前に誰かいたんですかって聞こうと思ったんですけど、モーニング娘。そうなんですよ、モーニング娘さんから始まってドワッと来ました、そのハロプロブーム、はいはい、そしてその後また、まあ、バンド、インディーズのバンドがモンゴル800とかが出てきたりとかしながら、うん、今はですね、何ブームですか？ K-POP ブーム。そうなんですよ、まあ、AKB とかをはじめとするアイドル、まあ、アイドル戦国時代って言われてたんですけど、ここ数年はそこからさらに K-POP が登場して、はい、もう大変なことになってますよ今、はい、日本の音楽シーンは。
ということで、そのメジャーデビューを目指すと目打ちましたが、はい、さあどうやってメジャーデビューしようか。どうやってメジャーデビューを、うん、あいちゃん何になりたいの。何にですか。うん、シンガーざっくりということで、やっぱりその売れるためにメジャーに出たいぞっていうこの集まりなんですけども、時代を掴んでいかなきゃいけないと思うんですよね、はい、ということで、そういうことを考えながら私たちも頑張っていかなきゃなと思っております。はい、はい、そして皆さんもその皆さんのね、あの出演者の成長を見守っていただきたいと思います。以上、はい、音楽のお時間でした。 CM の後は社会です。ありがとうございました。毎月音楽ライブイベントを開催しています。アーティストファクトリーはソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。アーティストファクトリー、町にあこの教えてあげる、始まりました。2時間目社会です。さあここからは田中みなぽこがやってきましたよ。みなぽこです。行く行く時間行く無理ですこれ今日2回目はいいや、リナポコはあの女優として活動してます。紹介するの忘れてたわ、はい、そう、リナポコちゃんは女優として活動してまして、あの私ともお芝居で知り合ったんだよね。はい、そうなんです。なのでちょっとお芝居仲間として、女優仲間として結構深いとこまで話をしたわよね。結構ね、お酒飲みながらね。なのでちょっと今日は私今日の目標はセクシートークを引き出すことだね。おっとおっと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 、素のりなちゃんを見ていただけたらなと思ってますので、りなぽこをちょっと徹底分析したいと思います。でもこのコーナーの趣旨はね、社会のお時間、はい、あのアラサー、私アラサーじゃないですか。りなちゃん、まあ、ありなちゃんギリギリ入る。いや入んない。ギリギリ入んないよねそうだ、私はちょっとねアラサーなんですわ。でアラサーの未婚の女子の生態を考察していくコーナーなんですね。で今社会的に、まあ、だいぶ定着してきたんですけど、この言葉持ってきました。今日のテーマは草食系男子。あー、草食系、これについてちょっとね考察してみたいと思うわけですよ。草食系って今言われてるんですけど、そもそもいつから出てきた言葉なのっていうと、メディアで使われるようになったのが2006年ですね。最初コラムニスト の深澤美希さんって方がいらっしゃいます。この人が最初に使った草食系って言葉があって、その後いろんな方がいろんな風に使っていろんな定義をしちゃってるんですけど、まあ、大体皆さん同じこと言ってると思うんですけど、一応ここでの定義決めておきたいと思います。はい、恋愛に縁がないわけではないのに積極的ではない肉欲に淡々とした草食男子。なるほど、なるほど、淡々とした、淡々とした、淡々とした肉欲、肉欲って、肉欲ってどういう意味ね。ね、わからない絶対わかってる肉欲、肉欲ということで、あ、じゃあちなみに自分草食系肉食系、私ですか、うん、私はどっちかと言ったら多分肉の方ですね。肉食、あれ意外、まあ私は完全肉食なんですけどもえ、そう、例えばどういうとこ自分肉食だと思う。結構私自身が草食系な感じの、なんだろう、ピュアな男の子が好きな感じが肉なのかなと思う。あ、何、ピュアな男の子食っちゃう感じいや、まあ、まあ食っちゃう感じなんですかね。食っちゃった、食っちゃう感じ、いっちゃった。なんかさ、みんなこういろんなこと言うじゃない、こう肉、なんかさ、狼の皮をかぶった羊とかそういうのあったけど、あ、こうなんか草食の皮をかぶった肉食ってのはロールキャベツって言うらしいんですけど、え？ロールキャベツって、ロールキャベツですか？草食系だと思って、こうなんか近くにいたら意外と食われちゃったみたいな。あ
あ、そういう感じかもしれないね。そういう感じは私ですね。うん。はい、私ロールキャベツ。あ、ロールキャベツって、じゃあ、ロールキャベツリナってちょっと、これがちょっと命名ね。解明しておく。うん、特技とかに入れていいよ。ロールキャベツ。書かせていただきます。じゃあ、ロールキャベツ系の田中彩ちゃんを、あ、田中里奈ちゃんを見つかってですね。違っちゃう。じゃあ、装飾系とは何ぞやと。何ぞやということで、はい、なんかあのね、私ネットで見つけちゃったんですけど、自分が自称自分、あの、僕草食系なんですけどって言ってる人がページ作ってるんですよ。草食系とはって言って、へー、すごいんですよね。それも自称なんですか。そう、自称だから、僕がそうなんですけどっていうことで、いろんなこう草食系男子の気持ちを解説したり、もうさらにもう草食系チェッカーとかも作っちゃって、かなり豪華なサイトを作ってる方がいて、面白いですね。もう面白かったので、ちょっと参考にさせていただきたいと思いまして、はい、草食系男子の特徴、あの、まあ、さっき恋の話でね、肉欲があんまないって話が出たんですけど、まあ、その他にも仕事、ああ、はい、バリバリの営業職よりは事務雑務をそつなくこなす。なるほど。経理全般にも知識や及び PC 操作なども万能、うん、物腰は柔らかく会社の同僚からも好かれている、うん、なるほど。まあ、こう聞くと嫌なところは別にないよね、うん、ないですね、うん、出世をしたくないわけではないが、多くは望まない出世することにより激務になるならば出世はしたくない。ああ、安泰な感じの安泰な感じだ ね。友達、異性同性両方多い。女性からは同性みたいな相談を受けることも多い、うん、ああ、なるほどね。なるほど。で、家事、料理、掃除、何でもこなせる。苦にはならない。節約なども得意。あ、やっぱちょっと女の子らしいというか、うん、あるのかな。で、恋愛はしたいけど、やはり発展するまでのアプローチが苦手。あ、で、結婚もしたいし子供も欲しいけど、恋愛の相手として自分を見てもらうまでが大変。あ、まあ、こういう感じらしいですけど、ちなみに草食男子の方、言われたらそうか、多いな。いた違う方もいる、草食男子もいるけど皆さんどうですか、草食系ですか肉食系ですか。これね、でも、うん、まあ、そのカテゴリーをどうするかっていうのはどうでもいいとは思うんですけど、はい、まあ、最近そういう人が増えてるらしいんですけど、つまりある女性誌の調べによると、じゃあ草食系男子が好きっていう女性何割ぐらいと思います。へ、草食系ですか。うん、けど結構多いと思うんですよね。私草食系が好き。いやー、けど系が好き、系が3割。これが4割ぐらいいるんですって。意外と私はね、多いなと思って。多いですね。うん、やっぱ女の子、肉食男子が好きとかっていう人も多いじゃないですか。ね。はい。街には肉食ですけど、肉食男子好きなんで、もうガプリ四つみたいな。暗い合いです。暗い合いです。感じで好きですけど。いや、でも装飾系をね、ちょっとマスターしていかないと、婚活とかをする場合にはね。そうですね。今、婚活すごい流行ってますね。そう、流行ってるでしょ。で、装飾系だからって、あのちょっと恋愛に発展しにくいけど、でも利点としてよく書かれてるのが、浮気しない、はい、あ、大切ですよね。すごい、でも大切でしょ。結婚するにはすごい大切でしょ、浮気しないって。だから、ちょっと草食系男子とうまくやっていくっていう方法を探るの大事だと思うんだよね。はい、だからちょっとそこをね、今日話してみたいなと思って。はい、私どうすればいいのかなと思って。え、それどういうことですか。それどういうことですか。ちょっと私多分草食系の足逃げてる気がするのよね。あ、がっついちゃってってことですか。がっつかないけど待ってがっつかないよ、はい、そんながっつかないけど、はい、勢いが強すぎて、うんうん、若干怖がられたりしないかしらと思って。いや、けど草食系の方々はね、美人な人が来たらやっぱ嬉しいんじゃないかと思いますけども。奥様で草食系のピュアボーイが好きと言ったり、はい、さんは。私は好きですね。どういうところが好き、草食系の。やっぱ浮気しないってことと、うん、大事だよね。そうですね、私自分だけを愛してくれる人がいるので、浮気したら許さないですよ、皆さん。自分は浮気症じゃん。皆さんって言ったら、そうですね、皆さんダメですよ、私以外好きになっちゃう。そうなんですけど、そうですね、私は、うんうん、お前とか言われるより、たまに出たお前とかが好きなんですよ。深いね、これ。お前って好きな人嫌い人いるんですよね。そうなんです、私お前さんって言ったら、ううた、私はリナだからリナって呼んでって思うんですけど、ただお前危ねえなとか、そういう時のお前がすごいキュンってなるんで、そういうとこで男を見せてくれれば、他は全然装飾系でも可愛いなって思うんで、可愛い男の子がいいと思いますね。なるほどね。あ、それでも、まあ、
ある意味優しい。あ、結構ね書いてあったの癒し系。あ、癒される男の子大好きですよ、うん、やっぱ今結構、まあ、最近ちょっと減ってきたかもしれないけど、一時期やっぱ癒し系って言葉がもう社会現象みたいな、ね、癒しグッズ、癒し音楽、癒しの場所とかすごかったじゃないですか、はい、っていうのが今癒し男性としての装飾系みたいな。そうですね、それ、うん、まずこう叱らないでくれるみたいな。いいよね、でもいいよね、癒されるね。なでなでしてくれたらちょっと嬉しいから、こうやってえしてあげる、してあげる、よしよし、ありがとう。あ、楽しんだ、2人で燃えちゃった、ちょっと燃えちゃった今、リナに燃えちゃった今。あ、なるほどね、はい、でもさ、その装飾系の方々でいろいろねアンケートの結果がねあるの、ちょっと紹介してみたいと思います。さあ、では芸能人で今最も装飾系だと思われてる第1位は誰でしょう。え、芸能人装飾系男子、あの装飾系男子、うん、装飾系男子の第1位誰だと思いますか。可愛い感じの人ですかそれ。うん、私はねそんなに可愛らしい感じだとは思わないんですけど、でも確かにね、まあ、いい人って感じがする。いい人、うん、怒んなそうだし。ああ、じゃあ旬な感じで向井さんちのおさむちゃん。向井さんちのおさむちゃん、はい、これが違いましてですね、誰と思いますか、誰と思いますか。若干そうですよね、男っぽいの。道行きでやるのはサンちゃん。サンちゃん、サンナクくんですか。サンちゃんか。まあ、装飾って装飾だけどな、まあ、微笑ましいですよね、見てて。なるほど、でも恋愛に縁がないわけではないって書いてあった。そこが、ちょいちょい、はい。サンちゃんね、うん、どうかな。正解はですね、草薙剛くん。あー。あ、これあーですか。あ、あ、名前に層が入ってくる。そこか、そこか、そこか。確かにですよね。そうね、そこがで第一位らしいですよ。あ、けど草食系なんですかね。あ、けどそう。じゃあ肉食女子の第一位だと思いますか。肉食女子。うん。これアコさんじゃないですか。これ。はいだけど。はいだけど。誰だろう。誰と思う。肉食でもこれ聞いたら絶対100人か100人あーっていう。北川景子さん、いや、ぽいけど杉本、それそれですか。やっぱせい、せい、杉本彩さん。そうです、杉本彩さん、お姉様ですね。お姉様、お姉様、間違いなく肉食でしょ。杉本彩さんと草薙剛君が付き合ったらどうなるかなって想像すると、はちゃめちゃです。すごい、なんかもうなんかそんな感じがしちゃうんだけど、やっぱ装飾系男子は装飾系女子の方が合うんですかね。あ、けど発展していかないですよね、いろいろ。そう思う。だって二人とも恋に臆病みたいな感じだったら、あ、なんかね、2年ぐらいずっとなんか夕暮れを見てそうだよね。こうだからこうやって、ねえねえ、綺麗だね、そうだね、帰ろっか、うん、みたいな感じなんですかね。声をかけるなんかみたいな感じになっちゃうでしょ。そうですもんね。どっちかグッていかなきゃいけないよね。そうですね。じゃあやや肉食、やや草食がいいんですかね、一番。ややですか。やや難しいね、ややって。やや難しいですね。なんかちょっと私これから町にはは少し草食系男子に、ね、もう少しね、いろいろ生態を研究していこうと思います。はい。ちょっと草食系男子ともうまくいく女性のコツ。ちょっと探ってみたいなと思います。探ってみたいと思います。はい。ということで草食系男子、皆さん、はい、心当たりありますか。紹介してください。では今日のテーマは装飾系男子でした。それでは CM の後は保健体育の時間です。アーティストファクトリー。毎月音楽ライブイベントを開催しています。アーティストファクトリーはソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者はアキバ .tv の情報バラエティ番組マチミヤアコの教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。アーティストファクトリー。街にあこの
教えてあげる。始まりました。3時間目保健体育です。さあ今日はですね、予告しておりましたが、ここは恋のお悩みを相談するコーナーなんですけども、まあ、いつも男性からのお悩みを相談してたんですけども、今回ですね、特別に女性からのお悩みいただきまして、ちょっともうこれ答えてほしいよってことだったので、はい、特別にちょっと女性からのお悩みということで、女性からのお悩みのショートドラマを作ってみました。はい、その主演女優が田中彩ちゃんです。イエイエーイ。どうですか今回撮影してみて。いやー、見どころは見どころ言っちゃう。見どころいいよ、落ち言わないでね。いいよ、見どころはつまずく足元。めっちゃ難しかったね。うん、オッケー、じゃあその話は後で聞こうか。じゃあということで、お悩みのショートドラマ見ていただきたいと思いますので、ちょっと VTR の振りをお願いしていいですか。はい、あ、まだですね。はい、ちょっと待ってくださいね。転ぶ足ね。そう、あこさんにいっぱい教えてもらったんですけど、なかなかできないっていう。でもね、最後のカットはうまくいってたと思うよ。思うよ。よかった。じゃあそこ、多分後で見てもらえば分かるんですけど、こうつまずく足元を取りますよって言った時に、つまずけない子がいて、足だけこうやって先ってこう立ててみたりとかしたんですよ。何回やっても、え、普通にそれ歩いてるよねみたいな。かなりかかったっていう。じゃあそこを多分ね、最初始めから1分半ぐらいできます。はい、はい、じゃあ見てもらいましょうか。どうぞ。はい、教えて町宮先生。オッケー、教えちゃう。どうしたの？これ読んでください。え？来てくれてありがとうございます。好きです。付き合ってください。はい。輝いていて、私は近くにいるだけで胸がキュッてします。本に書いてあったけど、恋ってほろ苦いんですね。いつか先
先輩のお嫁さんになれたらな、なんて気が早いかな。ごめんね、散らかってて。そんなことないです。紅茶でいい？先輩のお家、紅茶なんてあるんですか？あやが好きだって言ってたから買っておいたんだ。え？それでいい？はい。宮先生、エッチなビデオって男の人はみんな持ってるんですか？ご苦労様でした。はい、ありがとうございます。もうね、ウブのあやちゃんですから、こんなもん手にするの大変だったみたいなんですよね。はい。まちみは出演してませんからね。このね、エロビデオってやつなんですけど、エロビデオ、まあ、エッチなビデオっていう言葉だったんですけど、それを発するのも嫌みたいな。そこ来るんですかこれ。いや、今日のテーマこれですからね。これね、結構ね、男女差で、男女でこう、なんていうの、温度差が出ちゃうのが、この エロビデオなんですけど、エロビデオって言っても失礼ですね。エッチなビデオ。なんですけども、エッチなビデオを見たことありますか？ないんですよね、私、全く。すごい嫌な顔してる。かわいそうにね。もうね、この話題も嫌らしいんで、もう基本的にいいよ、耳塞いでて。はい、大人の話始まるからね。まあ、街には見たこといっぱいあるんですけど。さすが肉食系です。でもね、あんまりやっぱ女子から見ていいもんじゃないよね。あ、女子から見てあんまり楽しくない。そうなんですか？なんだろうね。いや、エッチなビデオ、エッチなことしてるんだけど引いちゃうんだよね、やっぱね。あ、でもなんか友達でこう外国人の子がいるんだけど、女の子で、外国の子はみんな女の子見るんだって、エロビデオ。なんかもう貸し借り、男の子と同じ貸し借りするの。この男超いいからみたいな感じで貸し借りもして。本当に異文化ですね。うん、これちょっと異文化な感じなんですけど、まあ、男性の皆さんも馴染みが深いと思うんですけど、あの、いいですよ、口を塞いでも。言わざる聞かざるみたいな。大丈夫？あのですね、え、見る人ダメですか？私は嫌です。嫌？なんでなんで？いや、だって他の女の人の体を見られてるじゃないですか。さっき言った通り、私しか好きじゃないとダメなんですよ。でもさ、別に AV を見るからって、別に AV 女優が、まあ、好きかもしれないけど、りなちゃんを好きな気持ちとは全然別物ですよね。なんか、まあ、全然別物じゃない？そういう話はなんか聞くんですけど、うん、でもやっぱ嫌なんですよね。それだったら、そんなもん見るんだったらっていう、だったら私がいるじゃないみたいな。そうです。でもそこで満足できればいいのかもしれないなと思うんですけど、でも満足できないなんていうの、まだ例えばお相手がいない、あ、中高生、あ、中高生見ちゃいけないか。R がついてる、見ちゃいけないけど、うん、でもね、あのね、ちょっとここで町宮がちょっと話したいのがあって、グラフ持ってきました、久しぶりに。チャラチャラお、ご覧ください。男女の性衝動の、たまに私真面目なことやるんですよ。性衝動の差ということで、こっちの赤い線が女子です。じゃららん。青いのが男子です。ここが10歳。ここが60歳。10歳から始まって、男子がググググググっと上がるんですね。かなり上がって、降下するんですけども、この一番マックス高い時が
20歳ちょっと前ぐらい、いわゆる思春期ですね。すごい高いんですよ。で女性はゆっくりと上昇していって、だいたい35歳ぐらいですかね。へそうですよ。なので35を超えたぐらいから男性の性欲より女性の性欲の方が上回っちゃうんですよ。これがいわゆる熟女の世代ですね。という感じでありがとうございます、はい、という感じになってまして、うん、男性にはどうしても抑えがたい性欲ってものがあるんです。性衝動ってものが、これ保健体育のお時間ですね、真面目に語らせていただきますけども、あの肉体的なメカニズムなので、あそうなんですよ、しょうがない部分があるんですよ。どうしたの？あどうぞどうぞもうお花いじってたね。あいいお花見ててね、はい、うんうん、いいからね、お花見ててね、かわいい、かわいいねということで、あのね、かわいい紫とかなので、そう1個でしょ、1個でしょ。えりなちゃん的にはでもじゃあ風俗とか絶対でしょ、わキャバクラは、エロビデオが、じゃあグラビア、水着写真、グラビアはギリですね。グラビアはお友達もいるので全然そう可愛いなって思うものは分かるんですけども、なるほど。となってくるとやっぱこれは難しい。あっとこで時間切れですね。あちょっと早いんですけども、まあでもですね、男性の性欲っていうのはまあいろいろあるんだなということで、そろそろ町宮先生結論を出すお時間です。はい、ドン。男の人はエッチなビデオをみんな持ってます。この結論でいいのかな、この結論でいいのかな。ちょっとおかしくなったね。質問に対してはこれだよね。 あの、はい、ほぼほぼの方は持ってるし見たことがあるし興味があるとは思う。でそれはしょうがないんだけど、嫌かもしれないけど認めてあげてください、どっかで、どっかで。でも女の子はこの反応を見て分かると思いますが、感覚的には嫌なんですよ、見てるっていうのが。だから男性は気遣わなきゃいけない、絶対に見つかっちゃいけません。そうなんです。町宮は昔、そう昔ね、高校の時の彼氏のお部屋で見つけてしまったの。ノーパンしゃぶりしゃぶりっていうビデオ。びっくりするわよ、びっくりするわよ。なのでいいですか、絶対に見つかっちゃいけないけど、見ちゃいけないわけじゃないと思います。女性も少し理解を持ってあげたらいいんだけども、気持ち的にやっぱ感覚的に追いつかない部分がありますので、どうか男性の皆様ご理解をお願いしたいと思います。お願いします。ということで保健体育のお時間、答えこれでいいかな、あやちゃん。はい。にがにがしいはいが出ましたけど、まあいっか。ということで保健体育でした。では CM の後はクラブ活動です。毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組、町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。アーティストファクトリー、町にあこの教えてあげる、イエイ、4時間目クラブ活動、イエイ。さあクラブ活動来ちゃったよりなちゃん。はい、何ありますか。りなぽこを迎えしてのクラブ活動、クラブ活動だって。クラブ活動だから歌う、歌ですか、歌ですか。歌わないので、まあ、普段結構歌歌ってることが多いんですけども、まあ、以前ですね、あつこちゃん、シャメラあつこちゃんが来た時には、はい、撮影会やったんですよ。そうなんですか。あの町宮の公開撮影会ってことで、はい、あめちゃ見たかった。シャメで、あ、そう、あつこちゃんも知ってるんでね。はい、そうそうそう、知ってます。シャメラあつこが町宮のシャメを撮るってことで、
結構ねいい写真撮っていただいたんですけど、いいのいいの、今日はですねちょっとその敦子さんの真似しちゃおうと思って、私あっちゃんの真似を、ええ、なので今回はちょっとりなちゃんを撮ろうかななんて思うんですけど、どうですか、やってくれますか、でもやっちゃいますやっちゃいますでもちょっとあんまり写真得意じゃないんで、はい、あのお芝居ならぬ小芝居、はい、あの女優同士ですので、あそうですね、お芝居ならぬ小芝居でいきたいと思うんですけども、ちょっと設定がね、はい、はい、私考えたの、私最近やっぱ女子2人じゃない、はい、でもりなちゃんの可愛い人撮りたいじゃないって思ったら時に考えてて、私思いつきました、はい、最近あの L の世界っていうレズビアンもののアメリカンドラマにハマってるんですけども、ちょっと L の世界しようよ、 L の世界ですか、うん、イチャイチャしちゃいます、しちゃいましょうよ、あじゃあいいですよ、りなさんなら可愛いかな、ちょっと可愛いわということで今日はちょっとエルの世界をお見せしたいと思います、はい、ちなみにこのエロビデオ私出てるわけじゃありません、5回頑張ったらまたあの5回大変なことになりますので違いますからねよろしくお願いします、それじゃあちょっと緊張するんですけど、町宮、はい緊張しますね、隠すの分かった、じゃあクラブ活動行っちゃおうか、はい、ではちょっと町宮先生と田中里奈ちゃんでお送りしますエルの世界、エルの世界行ってみましょう、よーいスタート、ぎっこちゃん、ただいま、ちょっと話があるんだけど、何、さっきのどういうこと、さっきのって、さっきの態度、何が、あんなにさ堂々としたらバレちゃうじゃない、そんな堂々としてないじゃん、それにみんな理解してくれるよ、だって先生だって普通に女の人だし、みんな分かってくれるよ、どうしていけないの、私は教師であなたは生徒でしょ、そんなのがバレたらうまく仕事やっていけないじゃない、仕事とか関係ないじゃん、どうしていけないの、それが分かってくれないならもう別れるしかない、別れるとか嫌だよ、でもリナがそのままだったら私は学校に残れなくなる、だったら私は仕事を選ぶ、嫌だ、そんな、分かった、じゃあ学校では我慢するから、お家ではイチャイチャしてよ。リナ、分かってくれたらそれでいい。本当に？うん。じゃあここお家だし。何？じゃあ注意してよ。もう一回言ってごらん。チューして、してほしいの、うん、しょうがないね、そろそろ時間じゃないの、大丈夫、これ言っちゃうけど町にはチューしちゃいますよ、これいいんですか、どうしよう、意外と時間短かった近い、あと何秒ですか、あと1分大変、エッチしなきゃいけない、危ないわ危ないわ、ちょっと話戻そうよこれ、はい、危ないわ危ないわ、すごい汗かいて、危ない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 、じゃあチューしました、チューしました、あ危なかった、え、じゃあことが終わったの、あことこと、ことちょっとなんかあのすっごいドキドキしちゃいました、すっごい汗かいてた、すっごい汗かいて大変、じゃあここから1分みたいよ、どうしますか、そうね、じゃあもうちょっと絡んでみる、でもさ、私正直、え、どうしよう、クラブ活動じゃなくなってきたわクラブ活動しましょう、よし、はい、え、私たちの将来どうするの、そうだね、
と一緒にいたいよ。でもあなたこの前さ、あやちゃんと一緒にいたよね。いや、あやちゃんはただの友達だよ。嘘。嘘じゃないよ。手つないで歩いてた。友達だって女の子同士ってだってやっぱ手つなぐでしょ。私はつながない。それは先生がつながないだけだよ。ここですか。うおー、ということで学びましょう。はい。いや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 。さあ、小芝居いかがでしたでしょうか。本当に小芝居になっちゃいましたね。その時間ある間違えましたね。間違えたね。もうちょっとこういい感じでこう進めていきたかったんだけど、はい、意外と時間が余るっていうね。余るっていう。ちょっと失態だよねこれ。もうちょっと喧嘩したかった。そうだよね。ちょっとドキドキしてもらいました。しましたか。ちょ、私自身もちょっとドキドキしまくっちゃって、あ、すごい、あ、すごい、すごい。ここ猛暑、猛暑。今日の昼間よりも暑いですよ、僕。はい、その最近エルの世界ハマってるんですけど、はい、女の子もいいかもって最近思うんですけど。あ、けど私女友達とか可愛い子とかすごいチュー全然できます。何その話。だから私もさっきアクさんが迫ってきた時に自分からチューしちゃいそうになっちゃって、抑えろ抑えろ自分と思って。大丈夫そのトーク。はい、だって大丈夫です、女の子だもん。女の子だったら全然私たち。さっきの話に戻ると、エッチより全然チュッチュしてたり、こういう方が楽しくないですか。あー、なるほどね。はい。あ、でもそれ分かるな。こうテレビ見ながらこうイチャイチャしてるのがいいよね。テレビ見ながらがいいんですか。え、テレビ見なくてもいいけど。はい。もう町宮も緊張しちゃってて、なんかすごい変な汗がいっぱいかいちゃう。ということで、ちょっと今度リベンジしようねこれね。はい、今度リベンジ。今度はね、もっと完璧なやつをお見せしたいと思います。はい、ということでクラブ活動の時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではもうね、短かったですね。早かったですね。早いですね。本当に時間があっという間ですね。残念なことに帰りのホームルームのお時間でございます。寂しい、寂しいよ、やだ、寂しいよ、やだ。これ真似できない。やだ、やだ。帰んないで。帰んないで、これからメロン食べましょうね。あ、そうだ。はい、今日の番組盛り上げてくれました。中井ちゃんもお呼びしましょう。あいちゃん。来てくれました、あやちゃんです。あ、戻ってきました。さあ、今日1時間どうでしたか、りなここ。すごい楽しくて、私また遊びに来ちゃっていいですか。来てください、来てください。告知なんかあるんですよね。あ、そうですね、ここに任せてもらってるんですけど、じゃらちゃん。こちらですね。はい、10月なんですけど、10月28、29、30ですね。こちら行った夕方カレーさん妖怪公演の Just You and Me という舞台にて出演させていただくことになりましたので、よろしければ私の田中アリナでやってるんですけど、ブログとかにちょいちょい書いとくので遊びに来てください。で、あと映画もこちらですね、来年になるんですけど DVD で多分発売されるので、よろしければこちらもどうぞお買い上げください。はい、詳しくは田中里奈ちゃんのブログで確認してください。里奈ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。田中ちゃん、どうでしたか、2回目。はい、また来てくださいね。はい、ということでお送りしてまいりました、キバドと TV ステーションからお送りしております、町宮子の教えてあげる、いかがでしたでしょうか。次回の放送は8月24日水曜日の20時でございます。放送終了後はですね、非公開の交流会ございますので、ぜひこちらスタジオの方にもお越しください。お待ちしております。詳しくは番組公式サイト http://oshi_ete、 あ、抜けてる。http://akiba.tv/oshi_ete/ でご覧ください。そしてこの番組のと連動しております音楽イベント、アーティストファクトリー、次回は8月27日土曜日でございます。私たち2人とも出ますので、あ、間違った出ますので、私も出ちゃいましょうか、はい、ぜひ遊びに来てください。それではですね、皆さん、次回の再来週8月10日また水曜日の20時から8月24日水曜日の20時からお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。そのまま、そのままに笑う君が美しい、飾らずに力まずに笑う君が一番美しい。